おはようございます。囲碁騎士の三村智康です。今回は、えっ、ー、と、韓国で行われたシニアの世界大会、新安囲碁ワールドチャンピオンシップの、えー、結果ですね。えー、与田則ノリモト九段が決勝まで行って残念ながらも敗退という、準優勝という結果だったんですけども、その、えー、起戦についてちょっと取り上げます。えっ、ー、とね、去年まではね、ネットで行われていましたね。えっ、ー、と、かつて活躍したレジェンド騎士たちの、えー、 シニア大会というのは、中国、韓国ではすごく人気があるんですね。現在、その、経営者になっているような世代の方々が、子供の頃に憧れのスーパースターだったわけですね。その方々が今はこう、シニアになって、結構いろいろ行われていますね、シニア大会ですね。で、これをネットで行われていたやつが、今年からついに、現地に集まって行われる、対面対局が行われるようになった。 わけです今回は韓国でこの世界大会が行われたわけです。で、えー、これ中国の、ね、ユーピンさんが優勝したんですけどユーピン九段も世界優勝の経験がある、まあ、有名な騎士なわけですけども、えー、ということでこの決勝戦の内容を見てみましょう。ね、その、 与田さんはね、日本のベテラン騎士って今でもその対局に参加しているわけですよね。で、えー、っと、中国は特にね、そベテランになるともう本当40歳ぐらい以降に試合に出ることってほとんどないんですよ。引退っていう感じでね、引退がすごく早いんですけど、だからユーピンさんの最近の語も全然見たことがなくて、えー、この AI のね、布石をどれぐらい使いこなしている,いるのかとかもすごく気になるところですけども、 左下隅で珍しいね、え粉、ー、だれの形ができます。ヨダクダンが白で仕掛けたわけですね。ヨダさんはね、あんまりこう、やらない、うん、割と手堅い定石を好むはずなので、うん、ある程度これ研究の範囲なんですかね。あんまりその AI を使った序盤研究をしてるというイメージはないんですが、で昔はね、これ主張がいい時には伸びる手があって 伸びはね、主張がいい時に打てる手なんですね。こう張った時に、こちらへ打って、この主張が逃げられるわけですね。これが右上に当たるんで、で、この時は黒が良くなる。で、主張が悪いと、伸び、受けなければいけないから、それはこちらへ守られてしまって、この隅の攻め合いが白が勝ちなので、これは白が良くなります。で、主張が悪い時は昔は、で昔ね、これ基本定石、 えっと、曲がりに駆け継ぎになって、当たりに、こういう風に、うん。これ、ね、懐かしい定石なんですけども、で、やや黒よしなんですね、これはね。やや黒よし。うん、そんな大きな差ではないですが。実際は、だからちょっと、今は AI によって定石変わっています。うん、こ、この、振り変わりではなくてね、こちら隅をちゃんと取りに行く。 えー、という進行になるんですが、うん、それってどうも白はちょっといいらしい。粉だれ有力なんですね。うん、実戦は、うん、主張が良いので、まあこうなって、うん、こうなって、伸びを打って、で、伸びを打って、灰を打って、ここでね、まあ普通は伸びる。AI も示していますが、で、鳥になって。 で、まあ、こういう感じで進んでいく、うん、のかな、と思いきやですね。うん、ここで、手裏剣を飛ばした。うん、これつけたて。でもこれは、うん、AI 示してるから最前週なんですよ。だから、ゆうぴんさんもこういうところを研究されているんだ、すごい。だから、ま、なだれていったのはね、ゆうぴんさんだから、これはだから研究の範囲内ですね。なるほど。 ヨダさんも、まあ、押さえに出して下がってね、受けて、粉だれにしなければ穏やかだったのを、ここが結構バチバチやり合ってますね。このつけが研究の一手ですかなるほど。で、そこでヨダさんも、うん、これ相手の研究を感じたんでしょうね。うん、受ける選択をせずに。うん、こちらへ打って、うん、譲ったうん。 でね、この抑えがなかなか打てない。普通はね、最近伸びで、付け押さえはね、AI にすごく怒られる、下がりやすい手なんですけども、うん、この場合でも抑えがいいんだ。だからこう、この、さすがね、お,お二人ともよく、うん、研究されていますね。これ、ちょっと私は意外な進行にすごく思ったところで。で、この後のね、大事なポイントはね、一つはね、えー、まあ普通に部分的には、こう、普通に進んでいくんです。こういうふうに進んでいくんですけども、 AI 的にはね、これを打てって言うんですね、これね。これ何かというと、こう打って、まあ、覗きは先手で打てて、で、こういう風になって、ここまでを先手で効かしてから左上を打ちなさいと言っているんですね。で、これは、押さえて、こう効かすよりも、ここで効かす方が、え、働いているというのは分かりやすいです。石が外に進んでますよね。 で、こちらから行くっていうことはできないんですね。これは、張ってこられた時に押さえることができない。これは、こういうふうに当たりになってしまう。ダメ詰マリなのでできない。で、張った時に伸び、伸びで張って、これもちょっと押さえていくのは、その、外がね、うん、持たないわけです。だから、えー、こちらから行っても生命愛に勝つことができないので、で、こちらで効かすということなんですが、これ対局者はね、まあ、普通の僕ら、僕らの感覚で言うと、これはねほ、ほ、ほっといて別に、 これで効かすことを今、急ぐ必要ない。もしかすると、ここで効くかもしれないし、っていうふうに考えるわけですけど、AI 的にはね、ここでね、うん、その、ここで貼りなさいっていうんですね。で、伸びて、貼って、で、伸びたら、ここでサーラに這ると。これがね、偽線をこんなに貼ったら、うん、悪いって習ってきたからね、僕らはちょっと違和感がすごくあるんですけど、もし、うん、伸びになるなら、 それで手を戻せば、大幅に白が得だと言うんですね。何が違うのかというと、まあ、裾が止まってるかどうかなんですよ。で、に、こう、たくさん張ってね、裾が止まってない、先手で止まらないところまで、うん、灰を打ってから、うん、向こうを打ちなさい。今度はこ、ここはもう先手にならないから、うん、ということなんですけど、ここがすごく、まあ、あの、 僕らと AI の大きな違いの一つかもしれませんね。実際このように普通の戦いが進んでいくんですが、ここでも、は <laughs> いって言ってるんですよ。ここでもね。これと取られるんですよ。これ、ね、取られる。にもう、ひどい取られ方なんですけど、それぐらい、うん、ここでもここへ打てって言うんですよ。本当に驚きなんですけど、でそれぐらい、この、なんだろう。実際ね、当然の一点のようですけど、これを、 これだし、の、の、ん、まね、肩で覗きって言うんですけど、つまり裾が止まることがどれだけ大きいかっていうことを AI は言っています。はい。ちょっとね、これは驚きですね。うん、跳ねて、飛んで、うん、ここでね、そう、ゆうぴんさんがね、二軒飛びは、うん、工夫した手なんですよね。工夫した手、うん。で、手を抜く。 手うわけですけど、白はね。うん。手を抜くわけだけども、ル的には、この当たりを打って、こう打つと、こうなって、こうなって、こういう風になって、このコスミを打って、こうだって言うんですこれをこうなんですよね。こうになる。こうがあるから、一つ遠くてもう先手になるよっていう意味で打ったんですが、うん、それは効かなかった。うん、こうだと効かない。 ここの判断は微妙ですね。うん。で、白が受けなかった判断は正しい。で、こうなりました。このように進んでいきました、うん。で、どんどん進んで、ここはこうになったんだけども、それをこうにすぐやらないで、うん、どんどん手を抜いていきます。この辺が5の難しいところですね。どっちが大きいのか。うん、こうになると計算がまたもっと難しい。上辺の囲いを優先しました。うん。 で、こう進んで、受けて、うん、このようになって、うん、あ、ここに打てって言ってしまった。これ面白い手だな <laughs>。え、そこで、え、右辺に回りますよね、それはね。うん。で、左下は甲が残っている。出てきた時に緩めて、で、ここからだんだんね、黒に傾いていきます。うん。ユーピン九段といえばね、こう、すごく柔らかい、柔軟な棋風ですよね。うん、地に辛くて柔軟で、寄せがうまい。 うん。それで、このように、白はね、右辺の白、うん、形を作っていきますが、ハサミ付き強烈ですね。ハサミ付ケ強い反撃ですね。うん。効かそうとしたのに対して、お強烈ですね。強烈なパンチを出します。わざったら、こういう風に取っちゃうぞって感じですかね。いけるかな下跳ねてぶつかりすごいな。ここ強烈ですね。なるほど。これはもし隅を受けたら、 ここではなくて、隅を受けたら下がりで打つっていうことですよね。これで、あの、ここに対してここがあるから、うん、これで繋がってるってことですよね。うん。これでもいけるって AI は言ってるけど、うん、こうなって、こうなって、1、2、3、4、5。あ、これも7本で生きてますね。これ7本で生きてる。ただ上が切り離されてしまうので、白は繋がる道を、うん。で、黒はこちらへ打って、隅に潜って、結構隅辛く見える。うん、これ、 うん、隅辛く見える。ね、実力白を辛く稼いでるように見えるけど、黒が良、うん、くなってるんですね、これでね。うん。うん、右辺盛り上げる。守る。ここで、うん、囲っていく。いや、ここ取ってても黒が良い,いって言ってますね。うん、黒は囲っていけると見たうん、囲っていけると見てますね。でも、実際はここで良い,い勝負なんだ。黒ね、ちょっと固く囲ってるんだけど、ここは白が追いついてきています。 えー、聞かしに行ったここのあたりも、も聞いた。うん、これも結構聞いた。うん、聞いた、聞いた。でもそんなに得をしてない。実は得をしてない。まあ通常はこう打ってこうなるところですよね。うんで。これで合格、ほと、ほぼ合格だけど、これとこれって損なんですね。あ、これとこれって損なんだ。白の意味はね、これあった方が得だっていうことですよね。こうなって後で押さえたときに、 まあ、はね、ここに来たときに、まあ、こういうふうに打てる、たりするので、一見聞いてると、ね、そういう言い分にしか見えないけども、うん、AI には損だと言われています。うん、で、左下に手をつけます。うん、ここまで打って、うん、そこを打った。うん、ここの辺が黒、白悪かった。うん、結構ここが悪かった。これ小さかったんですね、まだね。うん、ここをやっていった方が良かった。 向こうにやっていった方が良かった。ね、ヨダクダもしかしたら楽観してたかもしれない、この辺。楽観の巨匠ですからね。楽観されていることが多いんですよね。少し効かして、うん、少し効かして、こうすぐ行った。あ、ここで行った。うん。えっ、ー、とね、まあね、こうは譲ってもいいようにお互い打って、 この辺りで黒が五目有利と出ていますね、ゴラクシーでは。まあ難しい。でもこの後、うん、きっちり逃げ切る。黒はきれいに右辺を固めて、で白は隅、うん、を、うん、取ったときに黒は、うん、ここで手を打った。うん、地合いの計算ができたんだ、これでね。うん、で、そこに対しても、うん、冷静に受けて、うん、受けて。 で、こう解消して、うん、右辺の囲いで、うん、足りてるってことなんですね。で、ヨダーク団のはもしかするとちょっと楽観されてたのかもしれない。ここででも、うん、足りないと、あとはね、あんまり追いつけそうもないですね。こういう感じで進んでって、あとはね、もう戦う場所がない。うん ま、最終的にはこの辺で、えー、白が投了となりました。うん、あと最初のやっぱり左下の攻防が面白かった。雪崩の形がちょっと面白いところでしたけども、あと右辺ですね。右辺の判断。白はこう右上ちょっと一,一見こう隅えぐって辛いように見えて、うん、右辺のやっぱ幅が大きかったってことですかね。うん。ということで、ゆうぴん九段ね、うん、そんなに、ほとんどね、コーチとか監督をずっともうやられてる印象ですけども、 本番、ね、手合い打ってなくても強さはキープされているんですねうん。残念でしたね。で、こういう感じですね。この対局風景、いっぱい写真が出ています。ね、与ダクのその独特な手つき、石をね、ビシッと気合よく打ち下ろす手つきは健在だというようなことが書いてありますね。なんか雰囲気、ね、竹宮先生とかね、うん楽しそうに。 うん、語り、検討されてますね。えー、っと、こんな感じのね、16名で戦われたようですね。日中、関東、あとは、うん、アメリカとか、ヨーロッパからも代表が出ているようですね。うん、総訓言先生とか、えー、ゆうちゃん欲さんとか、いちゃんおさん、えー、っと、 サイイメさんとかね、えー、とたくさん中国は比較的螺旋家さんかなベテランそんなに出てないんですよね。うん、割とこのシニア棋戦、世界では人気があって、そして、えー、日本がね、世界戦で優勝、比較的シニアだと、うん、しやすいんじゃないかと、えー、言われることも多いですね。あちらから言われることが多いですね。ぜひ。まあ 今後もね、こういう大会、日本でもぜひ、あの、シニア規制、えー、やったら楽しいな、とか思います。ということで、今回は、韓国で行われたシニアの世界戦の決勝戦。えー、田ダノリムと九段惜しくも優勝なりませんでした。というニュースをお送りしました。えー、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。囲碁騎士の三村智康でした。ご視聴ありがとうございました。